せなる大型補強、CL 王者からあの男を強奪へ。イギリスイブニングスタンダードによると、アーセナルがレアルマドリード所属の GK アンドリー・ルミンに関心を寄せているようだ。ラムズデールについては今回の対談の可能性が浮上していることから、ラヤの競争相手となりうる GK の補強を検討しているようだ。ルミンをセカンド GK として迎え入れるつもりなのか？だったらルミンは行かないでしょう。これ普通にルミンに取って代わられて、ラヤが来季出てってまたセカンドキーパー探しとかにならんか？マジここ数年でどんだけキーパーに金使ってんのよ、もったいないって。クルトワの控えが嫌で移籍するんでしょ？結局ラヤの控えになる可能性のあるアーセナルなら、マドリーから出る意味ないだろ。ラムズデールよりラヤを選んでいるのは特殊な理由なのに、どちらかというとラムズデールよりの GK を取ってくることはないと思うのだが。ルミンを正 GK として欲しいならラヤの買い取り OP 行使する必要ないよね？移籍するならレギュラーで出れるところに行くと思います。ルミンは残留するんじゃなかったっけ？ルミン来るなら正 GK になると思うけど、ラヤ買い取りしてさらに大金かけてキーパー補強に動くとは思えないな。最近じゃどこもセカンドのレベルは高いが、毎年こんな感じのキーパー争いさせるん。ラヤとのフラットな争いで守護神を決めるってならまだあるかもやけど、ラヤの当て馬気味になるならどうかね。本気でルミン狙うならラヤの買い取りオプションを行使する必要がないし、正 GK をコロコロ変更するのもそろそろ終わらせてほしい。